穴山勝千代、武田信治は、安土桃山時代の武士、武田信玄の外孫にあたる。勝千代は、陽明で、名は、信治とされるが、確実な資料からは確認できない。穴山氏、海、武田氏当主。穴山氏は、海の国南部の河治領を治める国人領主で、駿河国の今川氏に属し武田氏と争っていたが、勝千代の祖父、信友紀には、 武田氏に服属する。祖父、信友や父、穴山信君は、武田屋後一門衆となる。信友から勝千代までの三代にかけて、河治療における、発給文書が集中しており、この時期に、両国支配が整備されている。また、永禄十一年には、武田氏の駿河振興に伴い、信君が、本領の河治療の他駿河の絵尻寮を漁し退治する、織田、 徳川勢力との前線にあった。元気三年、穴山信君の着難として下山館で誕生。西音寺所蔵の勝つ千代画像には、炎蔵院住職による三文があり、幼少時から幅広い教養を身につけ、信君の後継として育てられたという。武徳変年修正によれば、天正八年に、父の出家に際して、家督を譲られて、穴山家の当主となっており、 天正7年2月と12月に、神事名義で3点の衆院状が出されているが、幼少のため実験は売雪が握っていたと、考えられている。翌天正9年には、武田勝頼の娘との婚約が破棄されているが、公葉軍官によればこれが、信君離反の一員になったという。ただ、信君は離反に際して、武田氏の名跡を残すことを条件としており、 武田氏の投主を真事とすることで、織田信長、徳川家康の了承を得ていた。天正10年、信君は、三河国の徳川家康と通じ、同年3月の織田、徳川連合軍の武田両親公に際して、武田氏から離反し、戦後に本領を安堵されるが、同年6月の本領寺の変に際して、上方で応死し,した。勝千代は、正式に穴参加の当主となる。 売説と別行動をとって九死に一生を得た徳川家康は三河に戻ると河治良と勝千代の保護のために岡部正綱を派遣して穴山氏は徳川氏の従属下に置かれることになるその後田医療をめぐり徳川氏と相模国の御法上氏が争った天正神後の乱において河治良は徳川氏によって抑えられており穴山家人も徳川方として 岳大臣の怪獣に勤めている。同年8月に、勝千代は家康から、川治療と江尻療の他するが三世や川と室を安堵される。江尻城番には、本田茂次つ松平家忠、天野安影らが、川治療は菅沼帝政が守備しており、政務は徳川家診断により行われていたと考えられている。勝千代記の文章は23通あるが、 新君気の支配を確認する継ぎ目文書が大半で、新君気の安定的支配の継続を望んだ、家康の意向が指摘されている。天正15年には放送により死去、去年16、死死がなかったため、穴山家は断絶した。家康は、その後、自らのご難である新吉に、武田家の名跡を継がせた。母所の西恩寺には、 真事の肖像画も所蔵されている。信君文書とみなされている。ありがとうございます。